東京の皆さん、目黒でね、今度は整体をする、ありがとう整体の平野です。まあ、動画をね、今たくさん、作らさせていただいてるんですけども、本当に縁がございましたらですね、皆様とお会いしたいなと思って、このビデオを、作っています。まあ、この意固地になるっていうね、どうしていつもね、この本当に意地を張ってしまうのかな。まあ、後悔することね、たくさんあると思います。また、まあ、そういう私もですね、昔はもう本当にそういう状態で、なかなかこの人生を楽しめなかったんですけども、まあ、本当にこう、一度きりの人生なんでね、楽しくやろうと思って、まあ、心をまあ入れ替えてきたんですけども、まあ、その中に、自分も本当にですね、ものすごく猫背で、本当に体が緊張してたなっていう中で、まあ、いろいろな施術もね、こう、受けながら、そして自分でも、その体をね、整えながら、特にこの今のね、この腕の緊張をね、すごくこう抜くようにしてからですね、本当にますます、まあ心がね、こう、まあ、安らかになったというか、まあもちろん、起きることはね、いっぱいあって、またこんなことまんない、また、っていうのもたくさんあって、まあ落ち込みそうになるんですけども、でも本当にこのね、体がやはり軽いとですね、心も軽くなる、本当にそんな感じを、まあ実感しています。その意固地になってしまう理由が、この体の緊張にあるとしたらですね、この緊張を抜くのにね、本当にこう、新しいちょっと概念がね、いくつか見つかったので、まあ、ぜひね、東京の皆様にもですね、体験していただきたいなと思います。まあ、これできるというか、まあ、唯一の手法なんで、日本で、世界で、本当にここだけしかできないという、整体法です。まあ、今もね、大阪からとか、東京からも、その、まあ、コロナの時でもですね、こう、通っていただいて、本当にこの、東京もちょっとしばらくね、10回目をやってから11回目まで、ちょっと間が空いちゃったんですけども、またね、これは、行ってみたいなと思って、そして、まあ、行くからにはですね、まあ、本当にたくさんの困っている方にですね、いい思いをしていただきたい。そして人生を楽しく、生きていく、まあ、お手伝いができたらね、と思って、動画をね、今、また毎日たくさん、作っています。寝ずに作っています。本当にね、この動画が皆様にね、届きますように。